ゃけますクッキング、今日やる料理はね、はい、じゃじゃーん。これ、手羽元だね。手羽元なんと、はい、10% 引き。これをまず買っちゃいました。でね、あとね、こう、野猿軟骨、こんなのも売ってたんで、買っちゃいました。ってことでね、これも使って、今日はちょっと悪魔的なおつまみやっちゃいまーす。調理スタート。はい、今日の材料説明いきます。はいはい。これね、手羽元だね。これ4本 ?5 本か。うん。で、これ 10% 引き。まあ、これはお安かったね。で、これから野猿軟骨って言って、これあれだよね。その、なんつうか、骨だよね。鳥の軟骨だよね。うん。これ、安かったんで買ってみました。ね、これ2つでもね、500円しないからね、すごい安いよね。で、これ使ってね、今日は、めちゃめちゃ、ビールに合うおつまみやっちゃいますね。で、しかもめっちゃ簡単なやつね。で、これね、まあ、とりあえず、手羽元をこう、出しますね。で、そしたらね、こう、手羽元を、まあ、今日は焼くんだけど、まあ、こう、このままだと、非常にね、この、なんつうか、肉厚で、まあ、骨の近くにね、まで肉が入ってるんだけど、火が通りづらいんで、この皮目のね、逆の方に少しこういう風にこう、切り込み入れます、こんな感じで。ね。まあ、適当でいいから、こんな感じでね。で、こういう風にすることによって、こう少しね、もうこうやって焼けば、もう火の通りが早いですからね。で、こんな感じで少しこう、こう開いてあげて、よいしょ。よし、こんな感じでね。よっ。で少しこう皮目のところ少しこうね、こう切り込み入れてあげると味も入りやすいからね。まあこんな状態でこういうふうにこう骨にこう引っかかんないところをこうやってこう包丁で少しこう切ってあげてね、よいしょ、こういう形で少しこう骨のところまでこう包丁入れて、よいしょ、でこう少しこういうふうにこう切り込み入れてあげる。で、こうすることによって手羽元でもね、まあ身バラね、食べる時のこう身バラねも良くなるし、で味もね入りやすい、火も通りやすい、ね、一石二鳥だから。でこんな感じです。もう適当でいいからね、そんなになんか綺麗にとか意識しなくても大丈夫です。こういう感じで、よし、はい、こんな感じでこう下処理しますとね。でこの軟骨の方はこう結構ね、これね冷凍でねなってる場合が多いから、買ってきたらね、まずはそのやっぱこうキッチンペーパーでしっかり水気取ってくださいね。よいしょ、ね、こんな感じでね、これはねコリコリして美味しいんだよね。でコリコリして美味しいし、このね中にちょろっとこう身が入ってる、これがまだまだね美味しいんだよね。でこんな感じでね、まあなかなかねスーパーでも売ってる時と売ってない時あるからね、まあ見つけたらちょっと買うみたいな感じで、まあこれなくてもまあこれだけでも全然いけるけど、これがあったんで面白いからね、これでもやってみようかなと思って、でまあとりあえずこうこれを入れますね。はいはい、よいしょと、はい、これこう全部入れます。はい、よいしょ。さあそしたらね、これにね味付けしていきます。でこの味付けが今日肝になってくるからね、まずね軽い塩ね。で、まあ、で、今日はね、悪魔シリーズってことで、ちょっと胡椒ちょっとね、多め。だいぶ多くていいから。で、それに、今日の肝はね、この、コールスロードレッシング、ね、これを使います。で、この、ね、ドレッシングっていうのは、もうそもそも、このね、おろした玉ねぎとか、まあ、ニンニクとか入ってるんですよ。成分として。なんで、この、まあ、よく、聞いたことあると思うんですけど、おろしたすり、なんていうかな、玉ねぎとかは、すごく肉を柔らかくする効果があるんですね。なんで、このドレッシングをこう下味に使うだけで、もうね、簡単にね、肉はね、ある程度柔らかくなるんですよ。で、これはしっかりした味ついてますから、で、これをね、ベースにして、よいしょ。で、そこに、お醤油ですね。で、これを大体大さじ1杯分ぐらいこう入れて、よし。はい、ここに悪魔的な味付けっていうことで、一味唐辛子をバンバンバーンとこう入れます。小さじ1杯分ぐらいバーン入れて、今日はもうスパイシーな感じですよ。で極めつけ、このカレー粉ね、
よし、でこれをねこの小さじ半分ぐらい入れちゃう。これでもうねバッチリ。もうそのヨーグルトとか使ってこうタンドリーチキン的にやるのをまあね短縮させて、そのなんというかな、あのこのドレッシングでやるとめちゃくちゃ効率もよく早いし味もいいです。でそういうことで、えいつも通りこれをこの100円ショップの買ってきたビニール手袋をこう装着して、よいしょ、オペの準備をします。はい、そうしましたら、はい、合言葉お願いします。ブラックジャック、うわー、もう今日も決まったぜ。ということでこれをしっかり揉み込みます。はいはい、よし、もうねもういい匂いしてるこれはたまんないよね。うん、だからこのなんていうかな、肝はまあ結局ね、そのなんかあのこのドレッシングの使い方なんだよね。これサラダだけじゃなくてこういう下味に使うとめちゃめちゃ簡単に、しかもねいい味がつきます。でこういう状態でこうしっかり揉み込んであげる。うん、よいしょ、はい、よいしょ。でよくこうしばらく漬け込んでおくっていうのもあるんだけど、すぐやりたかったらこの段階でしっかりこうすり込む時間を少し長めにするんだよね。でそうするとそんなに置かなくてもしっかり入ってきますから、もうこの味っていうのは。なんでこれをしっかりこう揉み込みます。よいしょ、よし。そうするとこうねだんだんこう馴染んでくるから。でよし、こんな感じでね、もうこんな感じで、まあちょっと置いた方がまあ実際には味がちょっと入るけどね。うん、もうこのぐらいしっかり揉み込めばもうこのまま焼いても大丈夫です。じゃあ早速もう焼いていきます。よし、じゃあね早速ね調理の方行ってみたいと思います。はいはい、まず油大さじ1杯。はいはい、そうしたらはいはい、こんな感じでね、まあこのなるべくこのいつも言ってるけど鶏やるときはこの皮目を下にしてこういう状態でね、でさっき切り込み入れたからこう少し広げてあげて、でこういう感じで皮目を下にして、でこういうふうにこう少しこう広げてあげるね、こういう感じで焼いていきますよ。よいしょ、およいしょ。で火加減はね、その強火じゃダメだね、中火の弱火ぐらいでこれじっくりいきます。いくらねこれ開いたからっつってもある程度ねやっぱり火の通りは遅いですから。でこれをこの広げた間にねもうこれをこう入れちゃうわけですよ。よいしょ、はいはい、こんな感じで広げてあげて、そしたらねこんな感じでちょっとね蓋してね、蒸し焼きしながらじっくり火入れていきます。もう蓋すればねもう結構なんとかなじっくり火が入りますから、こんな感じでじっくり焼いていきますよ。はい、しばらく焼いたらどうなかな。おお、いい感じだね。はいはいはい、そしたらねこんな感じでまたひっくり返して、ね、しっかりこう焼いていきますよ。よっ、はい、そしたらねこの鶏とかそのドレッシングの分の水分が絡んでる部分がこう溶けてこうちょっと水っぽくなってます。でここまで来たらもうねこの蓋はこう取っちゃって、そのままこの水分を蒸発させるように焼いていきます。はい、こんな感じでねしばらく焼いていくともうねしっかりもう水分がなくなってね、しっかりもうタレがもう絡まりました。はい、そうしましたらもうこれで完成です。めちゃめちゃ美味しそう。はい、そしたらね、はい、できたてのチキンちゃんたちを、はいはい、お器に盛り付けて、はぁ、美味しそうだね。よいしょ、はい、こんな感じで、はい、盛り付けて、はい、完成しました。今日の簡単料理ね、はい、研磨寿司悪魔チキンの完成です。めちゃめちゃ美味しそう。よし、じゃあね早速ね食べてみたいと思います。はい、今日の感じね、よいしょ、こんな感じだよ美味しそうに取れてっからこんな感じなんだよ。よいしょ、はい、よし、
じゃあ早速これを食べる前に、はい、いつも通りチューハイタイム、皆さんお疲れ様でした、乾杯。美味しい、もうめっちゃ美味しいということで、はい、今日の感じこれだよ、この感じなんだよ、どうかな、美味しそうに取れてんのかなこれで。いや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 、もうね、見た感じもなんかこうタンドリーチキンみたいな感じなんですけど、まあ味わいもね、まあ大体それに近いような感じなんだけど、すごくね簡単ですよね。今日のあの料理の肝はね、まああのドレッシングの使い方だけどね、まあ何はともあれちょっと食べてみますね。いただきます。いやーこれだよ、これいただきます。うーん、これはもうめちゃめちゃ美味しい。すげー美味しいよこれ。いやスパイシーだな、しかしいやスパイシーでめちゃめちゃ味も乗ってる、美味しい。いや柔らかいしね、いやうん美味しい。これね、なんかあんな短時間でやった割にはめちゃめちゃ味乗ってますよ。んでこのバシッと辛くてね、んでこうカレー粉も効いてるよね。だけどカレー味っていうよりかは本当なんかうん、もうタンドリーチキンが一番近いかな味としては。うん、だけどまあちょっとあとこのね軟骨ね、あの野猿軟骨これいいこれつまみには最高だわ。うん、野猿この味付けにすげえ合ってるめちゃめちゃ美味しい、コリコリしててあいいなこれ。うーん、これビールとかね、チューハイ最高の味ですよこれもうね笑っちゃうね。このまあ今日の味付けの中にほらニンニクとか生姜とかは入れなかったけど、あのまあね、まあチューブでも吸ってでも入れればまたもっと風味が豊かになるだろうし、うん、だけど今日のこの一番シンプルな味付けで十分美味しいですからね。もう動画内でも言いましたけど、そもそもがあのドレッシングの中にいろんなもうその成分が入ってます。でその成分はその肉の味付けとかにもものすごくあのいい要素が入ってるんですよ。このニンニクだったりとか、その玉ねぎのすりおろしだったりとか、それも肉は柔らかくしてくれるし、ね、香りもつけてくれる。もうねそもそもがそのサラダにぶっかけるだけじゃもったいないんですよね、ああいうドレッシングっていうのは。もう本当に万能調味料なんで、でこのようにね、あの今日のそのコールソロドレッシングとね、これ多分あのシーザーサラダのドレッシングとかでも大丈夫ですね。でもっとさっぱりいきたい、これねそのなんていうかな、すごくものすごいコクのあるタイプの味になりますね。だけどあの例えばこう玉ねぎのすりおろしのこうなんていうのかな、あの醤油味のドレッシングなんかだったらもうそのまま、うん、何のあれも入れないでそれだけでももうそのマリネしちゃえば美味しい、こういう風に鶏肉できますからね。しかしねこのねコールスロードレッシングにちょっと醤油、これたまんなく美味しいからね。でそれにこのたっぷりのこの一味とあれかすごい今ピリピリしてる、もうめっちゃピリピリしてるんですけど、それに負けないコクもありますし最高のおつまみです。これはね簡単だから、あのぜひ皆さんやってみてください。これね今食べて分かったけど、野猿軟骨があったらぜひやってもらいたい。もちろんこの鶏ね、手羽元は最高に美味しいのも当たり前なんだけど、あのこれもびっくりするぐらいうまい。やばい、いいわこれってことで、はい、今日の、うん、簡単料理ね、うん、天マス式、はい、悪魔チキン、はい、大成功です。皆さん簡単なんでやってみてください。今日もご視聴ありがとうございました。